マシオン、強豪クラブブルッテのトップチームに昇格。元アルビレックス新潟所属選手のミッドフィルダー本間シオンは、2022-23 シーズンにクラブブルッテのセカンドチームであるクラブ NXT に在籍していた。しかしシーズン最終戦で結果を残したこともあり、トップチーム昇格を果たしている。クラブブルッテのトップチームは、今月26日にプレシーズントレーニングを開始。クラブ公式サイトでは、トップチーム帯同選手に本間の名前が含まれている。またベルギーシヘッドラーツテニュースは、本間がクラブ NXT からクラブブルッテへ完全移籍することになった。彼は2022-23 シーズン終盤戦に数試合プレイした。最終戦ではゴールとアシストで主役の座を射止めたと伝えている。クラブブルッテはシーズン開幕までの練習試合で、オランダ一部フェイエノールとヤーゼットなどと対戦する予定となっている。本館のベルギー一部開幕戦スタメン出場が期待される。すごいやん。おめでとう。ついにトップ昇格きたー。やっとスタートラインに立てたね。ここからさらに上を目指して頑張れしよん。いいね、しっかりチャンス掴んで上へ登ってる。次はスタメンだな。一歩一歩着実に。勝負はこれからだ。頑張れしよん。しよんやったね。トップ昇格おめでとう。良太郎との対決楽しみにしてる。真っ白日本代表小さなアルビの孫が世界を取る。本間シオンってオランダ系統のドリブラーの匂いがするんだよな。ノアラングとか若かった頃のメンフィス、マレンに似てる。代表で伊藤亮太郎と本間シオンが見れる日も来そうだな。